ありがとうございます。アーシブです。今回もファイアーエンブレムエコーズもう一人の英雄をやっていきたいと思います。で、いよいよ3章も大詰めということで、これが最後の敵ですね。タタラ倒しに行きましょう。水門奪還戦。これがソフィアの水門。なんて巨大なんだ。そうですね。それだけに決壊した時の被害は計り知れません、うん、一刻も早く開かないと。来たか、解放軍ども。お前がタタラだな。ああ、そうとも。そしてこれが新たなる我がしもべ。あの子。さあ行け、デューテよ。ドーマ様を恐れぬ愚か者たちに天罰を与えるのだ。お前のオーラで消滅させよう。タタラ様の敵、殺す。何をしているハルム。その娘を攻撃しろ。君がやられてしまうぞ。嫌だ。僕はリュウトに約束したんだ、妹を無事に助け出すって。アルム、みんなデューテの魔法には気をつけろ。でも命だけは決して奪わないでくれ。アルム、タタラを倒せばデューテは正気に戻るはずなんだ。頼む、妹を救ってくれ。なるほどな。少々めんどくさいなこれ。多分デューテを倒さずにタタラを倒さないといけないってことだよね多分。これか、デューテオーラ、強力な光の魔法。まあオーラは確かあれだよね、セリカ軍でも使えるやついたよな。はー、結構難しいんじゃないの。です、死の魔法そのまんまだな。威力14、14って結構やばいね。ってことは29でしょこれ。速さ11ね。まあね、速さで負けてるやつはそんないないから、まあ耐えれないことはないか。ちなみに祈祷師はいない感じ。あー、 リザーブ持ってんのか。あーはーはー、なるほどね。いやこれデューテ倒したら多分デューテ仲間になんないよね多分。倒さずにこのタタラを倒して攻略すれば仲間になると思われます。多分わかんない、調べてないから何とも言えないけど、まあ多分そういう流れだよね話のあれ的に。まあいいや、とりあえずじゃあ身支度整えていきます。はい、というわけで準備できたのでやっていきましょう。いやーいいね、3章最後にしてはなかなかいいミッションじゃないの。デューテを倒さずにクリアと。これじゃねえ、どれだ、どれかで確かね、あこれだこれ。勝利条件敵全滅ってことは、ん、敵全滅ってことは敵を全滅させないとダメじゃん。タタラを倒したら自動的に味方になるのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあとりあえずデューティは倒さない方向でやっていきたいと思います。で、弓が邪魔なのでとっとと倒したいんだけど、いけるなこれ、反撃食らうんだけど。あ、ここなら食らわない。うそん、オッケー。いや今の一発当たってほしかったな、そしたら食らわずに済んだんだけど。一冊が遅いぜ。まあしゃあなし。さてさて、これで邪魔な弓は排除。うんうんうん、なるほど、余裕だな余裕だな。竜と、まあ、
って、これ買いたい。これか。基本的に射程2か。射程2なら反撃できるので、リュートさん突っ込んでも大丈夫だよね。うん、余裕っしょ。死にやしない、多分。任せてくれ。馬は手前で待ってて。あ、失敗したな。こいつらの範囲か、前出てもよかったわ。まあいいや。そしたらこいつ前に出して、多分範囲に入っちゃった入っちゃった。一歩手前だったな。まあいいや。ガバガバですが気にしない。で最後にリブローを振って敵のターンなんか壁でエフィ隠れてたんだけど来ちゃったん。必殺が 3% 来いよ来いよ。お、いやー、竜の盾がチートすぎるな使っててなんだけど、使っててなんだけど、これ強すぎるね。あ、こっちに来た。いてえ。来る来る来る。あ、竜って動くの？竜ってどっかに閉じ込めらんないかな。非常にめんどくさいんだけど、これ。まあ、しゃーなしだな。いい感じ。いやー、パイソンが強い。パイソンこんなたくましくなっちゃって。セリカ軍のレオはねかなり貧弱だからね。さあいつは1ピンが多すぎた。本当に本当に1ピンばっかだったかな。どうしよっかな。あ、動けるね。エクスカリボーちょうど。いや、エクスカリバーっていうこの魔法のね、コスパの良さ半端ない。HP3 消費で、威力増すし、しかも必殺忍者でしょ。超強いんだよね、これ。超がつくほど強いですよ。あ、そうそう、で、あとあれだ。アルム、ちょっとレベル上げないと。多分、ここ終わったらクラスチェンジだよね。知らんけど。多分そうだ。セリカがそうだったから、多分一緒の流れだと思うんだよね。当たるんかーい。見事に当たったな。2ダメージ？マジか。火力高いんだね。竜の盾を持ってしてもダメージを食らうという。ああ、 100% じゃないのは怖いな。僕に任せて。オッケー、レベル上げていけ。うん、無理に殴る必要はないんだけど。あ、食らっちゃうのか。射程外から殴っていく。こいつ殴っとけば多分逃げるでしょう。まあ、逃げたところをアルムでポイッと取ってあげればいいんじゃないでしょうか。ということで、とりあえずアルム回復。ありがとう。なんかアルムポーズ変わった変な持ち方してたよね。クリアどうしよっかな。必殺が2回出ないとワンパンできないね。しかも回避率高いし。これがデューテ。まあ、適当にここら辺にいればいいんじゃない超クリアの扱いが適当すぎてやばいんだけど。とりあえずエンド様子見。あ、やっぱ逃げた。逃げたけどこれ追いつけねえな。普通に考えてパラディンはアルムで取ろう。あ、届くな。ギリギリサンダー当たるかな。来た。これいいぞ。じゃあ進もうか。はい、あ、つか来ちゃったつか来ちゃった。倒しちゃダメなんだよね。
通に死ぬぞ。いや、これ結構だって一本道だしさ、きつくない？しかもなんか天やんじゃん。ワップしてきてないけど今のところ。当たりー、当たってくれー。オッケー。どうしようかな、これ。どうしようもないんだけど。多分倒しちゃったら仲間になんないよね。攻撃食らい続けんのも、って感じじゃない。それがマチルダが必殺出さないことを祈って殴って弱らせてどっか帰らせる。でもそれ結構だって必殺高いんだもんな、地味に。まあいいや、ちょっと逃げる。あれ、リュートだったらそんな食らわないし、多分リュートちょっと置いとこう。で、まあ適当に進みつつ行くぜ。レスキュー発動。初めて使うぜ。おお、これ超便利だね。このレスキューってやつはね、確かエフィしか覚えないはず。なのでエフィをシスターにしていない方はこの魔法を使うことができないということですね。あ、全然余裕だな。因縁の対決だ。因縁なのかよくわかんないけど。さて、なんか中途半端に終わらしちゃったなこれ。どういう計算でゼロになってんの？オーラを使っちゃうから。ルフィ HP やるし。だってこっちから攻撃するから相手オーラ発動できずに、どっか行くんじゃないの？わかんないけど。死なないよね、これ普通に考えて。なんでこれ予測表示ゼロになってんだろう。待ち伏せとかじゃないでしょって。大丈夫だよね、殴って。殴るよ、ちょっと。あ、避けられたし。あ、でもオーラ使ってくれたおかげで HP3 になった。これ思ったんだけど、この状態だと攻撃できないから囲めばいいんじゃないの、これで。天才だな俺。これで OK でしょう。来た、これで、あとはもう残りのやつらで倒せに行けば問題ナッシングじゃないですか、これ。そんな難しくなかったな。いや、これはナイスアイディア。これでもうデューテは大丈夫っしょ。やったぜ。誰で囲っとこうかな。このメンツでいくか。あ、お前が来るのか。あ、結構暗いな、しかも。お前たち謎にこのタタラ様が倒せると思うのか。それ。おい。これがデスって魔法か。いや、どいつもこいつも必殺持ってんね。怖いわ。こまめに回復すんだね。で、動いてくれたおかげで命中率が上がったぜ。あ、届くね、しかも。いやー、パイソン強い。これ2発止まったったらもうほぼ勝ちでしょ。はい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 。俺ってはついてる。これもう余裕じゃない。
これタタラ倒したら終わるかな。でも敵の全滅ってなってたからなんとも言えねえ。リュートで殴るか。リュートで一回殴って、あ、ナイスナイスナイス。あ、つか今リュートで殴るのすげえ危なかったな。敵の必殺 3% 引いてたら負けてたわ。危ねえ危ねえ。セーフ。いや、運を引き寄せるものだ。本当力バカだな。これでリューテが、私が見込んだだけの。あれ？お、僕こんなところで何してるんだろう。リュートお兄ちゃんどこ？え、聞いたんだけど消えたんだけど。あ、やっぱそういうことなんだね。タタラを倒した時点でデューテが敵じゃなくなるんだ。いやー、よかったよかった。ハッピーエンドだぜ。ハッピーエンドなのはいいんだけど、アルムのレベルが上がってないんだけど、どうしよう。スライムとスライムなんだよな。仕方ない、こんな時のための白魔法ワープ、シュイーン。めちゃくちゃ便利だなこれ、ほんと。あー、倒せねえ。マジか。届く。一冊出ちゃいそう。19くるし、さすがにこいつの範囲には入ってないよね。で、殴って。いて。あ、必殺出た。ラッキー。ダメだ、20レベルまでいかないよ、どう頑張っても。僕は負けない。よし、これで無事に終わったぞ。あー、1ピンか、厳しい。ふう、いや、意外とデューテの攻略が簡単だったね。とっさに思いついたけどあ、そういえば魔法を使うってことは1ピンなかったら大丈夫じゃね。よし、これで無事に仲間はロスせずにね、いけたのではないでしょうか。デューテが仲間になるんる。よし、じゃあ水門内部入っていきましょう。また悲しい音楽だな。先に調べようか。マナの草ぐらいかな。タル焼き箱、もうタルト木箱が一体化してるよタル焼き箱。よし、デューテが仲間になるんじゃないの。あ、リュートお兄ちゃん。あ、デューテ正気に戻ったのだな。ん、正気って何のこと。またお兄ちゃん、よくわかんないこと言って。僕タタラに操られてたの。そうなんだ、ごめんなさい、迷惑かけて。僕何も覚えてなくて。いや、いいんだって言うて、お前が無事に戻ってくれればそれで。お兄ちゃん、心配かけてごめんね。解放軍の人たちもありがとう。お兄ちゃんはみんなと行くんだよね。ね、一緒にいていい？僕結構強いんだよ。デューティを仲間にします。よしよしデューティは元気だな。すまないなアルム、あいつは甘やかされてきたせいで調子に乗りやすくてな。俺も手を焼いているんだ。でも仲が良くて羨ましいよ。君の妹を取り戻すことができて本当に良かった。アルム、この感謝は言葉では言い尽くせそうにない。俺はより一層お前に忠誠を誓おう。て、忠誠ってそんな大げさだよいいではないか。お前は我々の王なのだろう。
もう、リュートも人が悪いな。アレム。あ、クレーベ。その、よかったな。彼女を救出できて。へえ。クレーベがそんな風に言うなんて、意外だね。私もそう思うよ。君はやはり、私よりよほど王の器だ。え、何のお話だい？マチルダの時も、クレアの時も、私は切り捨てることばかり選んできた。市場に走るべきではないという思いも、もちろんある。だが、自分にとって辛い選択をすることで、どこか安心していたのかもしれない。これで責められる言われはない、とな。クレーベ、そんな。いや、聞いてくれ。私の批判を受けてもなお、彼女を救うことを選択した君を見て、私はようやく自分の弱さを知ったのだ。そして本当に尊ぶべきものは何であるのかも。ありがとう、アレム。君のおかげだ、クレーベン。ほう、なんかクレーベさん深いね。でここにはもう言わないので、水門の操作部、おっちゃんがおるぜ。飲み水、パン、荷物、他はないかな。特になさげですね。馬車、なもんか。会話、おじさん。神殿の水門も開いたことだし、早速こちらも開くとしよう。しかし妙だな、ミラの神殿の水門を開けるのはソフィア王家のものだけなんだが。え、こりゃ生きてるって噂のアンテーゼ王女が現れたのかなんてな。アンテーゼ、水門を開けるソフィア王家の。セリカの働きにより、ソフィア水没の危機は免れた。セリカは自分の運命を受け入れ、ソフィア王女として生きることを誓う。一方、セリカが王女アンテーゼだと知ったアルムは、ソフィアをリゲルの手から守る決意を一人胸の内で新たにした。しかし、聖魂を持つ運命の子である二人に、邪悪の手は再び迫りつつあった。これは行幸。あの小娘は必ずミラを追ってやってくる。自らこちらの懐に来ようというのなら拒むゆえもない。どれ、わしが直々に出迎えてやるか。はい、というわけで、アルムがね、よくあれだけで感づいたな。セリカがアンテーゼ、君なのか、みたいな。まあまあまあ、とりあえずね、これで無事に3章終わりということで、今回はこの辺で締めたいと思います。次回4章からやっていきましょう。アディオス。